はい、じゃあね、今回も夏もんやっていきましょう。お願いいたします。今日は4日目ですね。まあ、昨日はじゅんこちゃんとデートしたりとか、あと釣りとかかな、したんですけど、今日はですね、したいことも決まっていて、まあ、時計は絶対買いに行きたいですよね。あと、豚の、そう。ちょうど今その話出ましたけど、まあ、豚のイベントもね、進んだらいいなって思いますし、うん、子供が逃がしてるって言ってました。仮装中の豚さんがいるのは、そういう理由だったのね。じゃあご飯を食べでもさ、今のところ俺が知ってるこの町の子供って探偵団のメンツしかいないんですよね。でも探偵団のメンツは事件だ事件だって騒いでるじゃないですか、あの豚の件で。ごちそうさまでした。自作自演的な今朝は早く起きたんだろ。あいつら自分で事件を起こして自分で騒いでんのかな。そういうことですかね。俺も遅れないようにしなくちゃ。で、まあ、朝一番はラジオ体操からですね。まあ、ペペッと、やっちゃいましょう。あ、で、もう一個ですね。すいません。もう一個、変更したい点があってですね。まあ、この3日間は、昨日までの3日間は普通だったんですけど、やっぱこう、のんびりに、変えちまおうかなって思いまして。なんか前回はね、まあ、前回この話した時は、やれこう、時間は貴重だ、なんだ、限られてるから、ありがたみがあるんだ、とかって言ってましたけど、やっぱ、多ければ多いほどいいんですよ。まあ、特にこう、すごい深い理由があって変えたいってわけじゃないんですけど、やっぱりこう、いろんなことを、のんびりしたいなって、思って、まあ、必要ない部分は、カットできますしね。編集で飛ばせるんで、なんでまあ少しでもね多くのイベントを回収できたら嬉しいなっていう思いから、まあその時間の流れ方を変えさせていただきましたと。ラジオ体操ですね。まずは背伸びの運動から。はい、カットです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今日もラジオ体操終わりましたと。まあ3日目ですね。これ31日までコンプってなかなかしんどいですね。はい、まさかここに来て観光係をやるとはな。そうね、今更だけどなんでとことこがやってるんでしょうね。で、まあせっかく神社来たので、豚小屋見ようかなって思うんですけど、ガキンチョがなんかやってる、いたずらしてるっていう目撃証言があるっぽいですね。お、キノコゲット。キノコはね、拾っときましょう。おい、おい。で、あ、壊れてんじゃん。あ、なんかムービー入りましたね。でもね、昨晩は治って、あ、お前ら！やっぱお前らか、自作自演だった。なんでそんなことすんだ？あ、でも、神主はちょっと心当たりがあるというか。ねえ、子供がお金ないのにつけ込んで仕事させようとしてましたかね。あいつらもなんか利用されかけて頭に来てやっちまったってことなんですかね。これひどいな。なんとも哀れだ。あ、俺が直すのか。これは、神主にチクるべきなのかな。友達を売ることになりますけど。あ、でも友達じゃねえか。まだ友達じゃないんで、容赦なくチクりますか。神主、神主、神主、お前んちの豚、あいつらに逃がされてたよ。あれ、その話じゃないな。あれ、んあれ、お前何言ってんだ。てか、こっから見えますよね、壊されてんの。間抜けだなあ。何しろって言ってました。あいつら問い詰めた方がいいのかな。ちょっと待ってくださいね。マップでもしかしたらイベントが出てるかもしれない。あ、あったあったあった。ちょっとこいつら問い詰めに行きましょう。俺見ましたからね、あいつら壊してんの。あいつらもラジオ体操のついでにやったんですかね。せっかく神社来たし壊していくか、みたいな。調査だって言ってますね。灯籠のあれをつけるみたいなのもこいつらまだやってんのかな。
もう解きましたけどね、灯籠の火は。現場検証中。今日のテーマは参道に明かりを灯せ。ほー、あ、本物の火がつくんですね、やっぱり。これでもね、もうあと2回かな。合計3回つけろや、金やるからって、神主さんに言われましたもんね。そう、これめちゃくちゃ大変だったんですよ。こいつら2週遅れてますね。そんなん俺はパート2でこなしちゃったぜ。で、そう、ミッションにまだ残ってるんですよね。これ。で、合計3回つけろってやつ。まあ、なんでしょう、達成できるかは別として、サーカスの運営資金かなんか1万5000円、あ、嘘、3万か、3万円貯めなきゃみたいなのあったので、まあ、火つけますか？やり方はわかってますしね。ちょっとペットつけます？まあ、一旦後ででいいか。まずどうしても絶対譲れないのが、あれですね。あ、純子ちゃんもなんですけど。純子ちゃんも譲れねえけど、時計買わなきゃ、なので、まあ、純子ちゃん家に寄りながら、時計ですかね。買いますか。純子ちゃん家は、ここをまっすぐ行って、あ、待って。なんかあるかな。よいしょっと。なんだ。お、ダンゴムシ、新発見ですね。ダンゴムシ懐かしいな。丸めて遊んでましたね。で、はい、純子ちゃん家到着です。今日もお手伝いしてるんですね、えらい。ねえ、なんで乙女の居直りなんてタイトルにしたのかな。突っ込むなそれ。あれは作者の純曰く、純ってやっぱそうだ、作曲家バタジェフスカの名曲、純子ちゃんの乙女の祈りがモチーフなんだって。タイトルをちょっとだけ変えてみました。祈りと居直りでは全然違うじゃないか。書いたやつなんですね。どうかしら。まだ隠してる気でいいのかな。祈りと居直り読んじゃいましたけどね。全然違うじゃないか。あれ、そうかしら。一冊300円で売ってましたもんね。300円なら欲しいな。で、マスターですね。マスターは純子ちゃんと仲がいいので、株を上げときましょう。あ、サーカス団について聞きたいことがあるらしいですよ。もしかしてマスターは、探偵してそう。探偵？あ、違いました。その殺人事件とか、まあこういう大きい強盗っていうか怪盗、泥棒とかじゃなくて、あ、そうそう、そういう猫を見つけたりとか、そういうことですかね。微笑ましいですね。わかんなくないですね、マスターの言ってること。まあ、これでしょう、きっと。違うの？あ、合ってた。へぇ、サーカス好きなんですね。幻サーカス団は、有名なんですかね、お金払わなかった方向にじゃなくて、そっちはニュースになってるから有名でしょうけど、サーカス団として有名なんですかね。でもちょっと見直するだけでニュースになるってことは、それなりに有名なサーカス団なんですかね。あ、遠山っていう地名はまたね、出ましたね。前も聞いたことありますよね。純子ちゃんが新体操かなんかを習いに行っていたっていう。遠山に行くことはあるんですかね。どんな演目？あ、言わないのか。あ、ほもー。ほもー。今日もやってますね、あいつらは。で、おもちゃ屋さんですね。行きましょう。あ、でも近くに、りょうこさんがいますね。りょうこさんさっき走ってた。ああ、目の前いた。振り向いたらりょうこさんいた。何をやってるの？あ、そうなんだ。私はお父さんが町長だったから、時々こうやって街を歩いて、歩いたり走ったり大変ですね。それって本当？うん。町長さんなんですね。町長って出てきましたっけ？
見たことない気がするな。だったってことは過去形なのかな。まあいいや。でこれは誰だろう。あれかな、京子さんかな、若くない方かな。じゃあ多分八百屋さんにいるんですよね。じゃあ京子さんところ行きますか。京子さんとこ寄りつつおもちゃ屋ファニーを目指しましょう。いた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 。さて肉屋さんでは何を買おうかしら。何を買おう。また夕飯の鶏肉。じゃあ鶏肉ね。あ、唐揚げね、いいですよね。夏野菜も買ったから、うんうんうん、きんぴらを作って合わせましょう。これはきっと今晩のご飯になるんですよね。これで肉屋で買うものが決まったぞ。唐揚げときんぴら、いいですね。でおもちゃ屋さんですね。念願のグリデッポお買い得だよ。違う違う、時計欲しいんだ俺は。あれ、おじさんって誰かに似てるな。あ、ボかな、ボですかね。あ、違った違った、トドに似てる。かわいそう、普通に悪口じゃんね。まず売りましょう。今日は何の用？まず集めに集めたキノコ、これ取っとく意味ないですよね。全部売っちゃいましょう。540円。マイズアリと特別なキノコ、1個500円、高っ。マイズアリ、これは1個2000円、高っ。マイズアリ、これは瓶は20円か。マイズアリとペットボトルが、って結構いい値段なりますね。これ3万円集めるの結構現実的というかね、不可能じゃない気がしてきますね。そしたら時計まず買うでしょ。はい、よしよしよし。あとマリ、マリいりますか。風車、うんうん、ミミズは一旦いいかなって思うので、このグリデッポを気になりますよね。 R ボタンで構えて ZR で発射、ちゃんと遊べるものっぽいんでこれも買っちゃいましょう。マリと風車、まあ風車はバカ安いんでこれ買って、マリは一旦保留でいいかな。買っちゃうか、めんどくさいしね、またこっちまで来るのだるいんで。買えるもん買っちゃいましょう。はい、お、日記、風車強そう風車では遊んだことないな。あとマリね、マリもないですね。マリは女の子の遊びなのかな。俺はやったことないですね。ラーメン屋とか入れんじゃないの、こんだけお金あればダメなのかな。ダメか。よし、お、グリデッポ、拾ったグリーンどんぐり、グリ、あ、グリか、はい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 。へー、あ、虫に当てたり、あと魚に当てたりみたいな話ありませんでしたっけ。 OK です、 OK です。じゃあグリも使い道あるってことですね。またラッパ森行って今ちょっと変でしたね、ラッパ森行ってグリゲットしましょう。そしたらもう今日やることは、もう絶対したいっていうのはコンプしてるので、ちょっと探検しますか。全然ね、こういう行ったことない場所とか行けてないんで。あ、沈没船だって、行きてー。今日はじゃあ探検にしましょう。じゃあ一旦こっち側ですね、橋渡ってっていう方に行って、うんうん、ここね、昨日純子ちゃんとデートしましたね。海デート素敵でした。でこっちに来るのはもう初めてかな。虫とか魚もね、定期的にゲットしたいですけど。あっちは何だろう、何もないのかな。なんか看板ありますね、見れないのかな。あ、なんていうもの、売り地、売地売地かな。あ、つけられるかな。今の絶対あれじゃんね。待って、何何、長靴を置く、置いた。これ拾ったやつですよね。うわー、お、すごいね。食いついた。何がすごいんだろう座敷わらしですね。遊んでくれてありがとう。座敷わらし見つけろってやつも、あ、これでいいのか。はい、3人目だそうです。やったぜ、ステッカーゲット。これでまた体力ついちまった。5人座敷わらしめっちゃいますね。遊んでくれてありがとう。
長靴もう一個ね、青いやつも持ってるので、もしかしたらまた別の場所で長靴を使うと座敷わらしが出るかもですね。ああいう感じで出てくるパターンもあるんですね。お、あっち行きますか。一旦工場を目的地にしながらの方がいいかな。すいません、優柔不断で。悩むな。一旦工場向かいますか。どうやってあっち行きますか。ここから行けるかな。お、行けた。はい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 。いや、探検みたいで楽しいですね。で、ここは、よじ登って、駅の後かな。今はもう、機能してないのかな。後ってことは。どうなんでしょうね。で、工場ですね。バス停もありますね。調べる。バス、1回100円でバスに乗れるよ。あ、回数券どっかで売ってましたね。渋谷商店だったかな。あれ、なんか落ちてる。あ、回数券。パチっちゃった。やったぜ。あ、こうやってバス停をこう調べるとそこにワープできるようになるのかな。ってことは見つけ次第チェックした方が良さそうですね、バス停は。OK ですよ。で、これは工場長じゃない。あ、左は工場長。子供が1名おります。主任か。不審者発見。主任、捕まえろ。だるいな。え、これ、逃げ。あ、違った。もう捕まってる。逃げんのかと思ったらもう捕まってましたね。何やってるの？とぼけるな。ここが世界一の精密機械を作る工場だと知ってたんだろう。そうは見えないけどね。知らなかったけど今知ったよ。何作ってるんですかね。知らなかっただと？許せない。なんということだ。工場長なんか余裕がないですね。子供だと知ってますし心配はいらないかと。こういう大人にはなりたくないな。それが油断なのだ。世界一精密な我が工場の秘密を探るスパイなのだから。いや、何作ってるかによるよな、これ。子供に化けるくらいは朝飯前だ。めちゃくちゃだ。はい、ごめんなさい。いいか、証拠があったらすぐ捕まえるぞ。さっさと立ち去れ。子供が来るようなところじゃないから。なんかさ、町の人みんなこう、いい人ていうか、こう、まあさっきと被っちゃいますけど、余裕がある大人がいっぱいいるのかと思ったら、やっぱこういう残念な人もいるんですね。これもう一回行く意味あんのかな。工場長、また子供がおります。あんな遠くから。不審者発見。主任、捕まえろ。こいつら愉快ですね。近づけないのか。だからここは来ちゃダメなんだ。何やってんすかね。いいじゃないかよ。こんなたった二人で。じゃあしゃあないから立ち去りますか。そっか、じゃあ次の目的地を考えますか。工場ダメ。煙突山ってとこは行けるのかな。遠回りすれば行けんのかな。ちょっと挑戦だけしてみますね。あ、厳しいか。こっちから回り込めば。お、なんか工場もさりげなく探せそうですね、いろいろ。こっち側からこう行けば、ほら、バレないバレない。一旦煙突山行きますか。工場も探検できんじゃないか。蹴る。グリ出るかな。あ、待てよ。ちょっと一瞬いいですか。あ、なんか今上で光ってました。ここ行けるかな、ステッカー的に。ああ、どうだ。まだちょっと体力不足かな。あ、足んないですね。2枚くらい足んないかな。あ、でそう、俺がしたかったのは、あいつはどこ行った？いた。いた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 。まず小物から仕留めましょう。あいつから仕留めましょう。死ね。よしよしよし。おのに気絶しない。でも人に向かって撃てちゃうんですね、これ。どうだ？あいつら。くっそ、びくともしねえ。くっそ。ダメか。結構なんかいい線というかね、ついてんじゃないかなって思ったんですけど、ただの悪ガキになっておしまいですね。絶対ダメですよね、人に向かって撃ったら。で、煙突山。
煙突山でしたっけ。ここには何があるんだ。あっちとか結構怪しいですけど、あーでもなんか池、川、まあいいや、突きろ。よいしょ。あーでもなんもないかもですね。ショックだな。こことか登ったらもしかしたら、よいしょ、頑張れ。こっち行きたいな。よいしょ、おい。ダメそうだな。ちょっと諦めますか。マップ的にはないのかな。もうでも沈没船がまだ向こうにあんのか。泳いで行けるかもですね。行きますか、せっかくだしね。こっちまで来たし、沈没船を目標にしましょう。じゃ あこれはいいや。ワクワクしますね。あれなんか歩くない。あれはなんか関係ないか別に。なるほど。虫もね、持ってるやつばっかりですね。沈没船ってあれかな。大丈夫、こんな行っちゃって。優雅な BGM 流れてるけど危ないですよね普通に。波乗り中みたいな BGM 流れてますね。加速、お、クロールした。これは違うのか。もうちょっと奥があるってことだな。よいしょ。沈没船目的地にした方が早いかもですね。よっ。じゃあこっちまでのんびり泳ぎますか。あれか、今もう見えてますね。これ普通にすごいですよね。あ、大丈夫か。クロールするとステッカー減るけど、普通に泳ぐ分には減らないっぽいんで、これどこまでも行けちゃいますね。帰りますか、自分家。泳いで。よし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 。あ、なんかこう沈没船、あっけなくついちゃいましたね。もっと後半のすごい、なんでしょうね、ラスボスみたいなスポットかと思ったけど。お、なんか光ってんじゃん。瓶か。瓶はしょっぱいですね。よいしょ。20円。これ、どうしたらいいんだ、これ。そういうことか。これはもう運転席ですね、今。これ以外なんもないの？瓶だけ？な、バカな。これ、どうやって、ちょっと待って、ごめんなさい。迷った。どうやってこれ抜けるんだ？こっちか。こっちだ。中には何もなかったな。裏側とかどうですかね。何もないことあるって感じですけど。ねえ。これポケモンだったら不思議な飴とかあってもおかしくないですもんね。絶対ありますよね。技マシンの1個や2個ありますよ、しかも。くそー。なんかあんじゃん、先っぽに。光ってましたよ、今。やっぱりね。あっち、でもなんかあそこにも気になる何かがありますね。広いなぁ。したらじゃあ、なんだこれ。お金。現金拾っちゃいました。現金もいいけど、現金もいいけど違うんだよな。先っぽにありましたよね。こっちかな。怖いな結構。よいしょ。だるい。優雅な BGM が。くぅ。リベンジだ。よっ。一旦こっちのちっちゃい細い方に行って、でジャンプでほっ、うまい、完璧だ。でよいしょ、登ると。危ない危ない危ない。登れない、そんな。頑張れ。よし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 。で、さっきどこ引く、あった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 。ここは降りて大丈夫かな。怖っ。こんなんいけるか。わかった。これで撃ったら落ちない。バン。ダメそうですね。じゃあ行くか。一応いけるけど怖い。頑張れ。もうちょい。なんですかね、あれ。民族の何かかな。でもこれ、
厳くないか？ジャンプしたらおしまい。でもこれ以上いけないですもんね。ジャンプせざるを得ないような。今 A ボタン押しても何も反応しないんで、やっぱもうちょっとこう近づく必要があるっぽいんですよね。慎重に行きましょう。えい！どうするこれ。ジャンプ。まだダメか。もう一回ジャンプかな。ジャンプ！あ、いった。で、もうこれいいだろ、許してくれよ。もう許してよ。オッケーじゃん、もう取ってよ。なんで取んないの？取って！あ、取った。隠れ身の、天狗の秘宝、冒険中に見つけた天狗がまとっていたとされるもの。冬はいいが、夏はさすがに暑そうだ。おー！なんかミッション、発生しましたよ。絶対これレアアイテムですよ。大変だった、ミノ。あー、ゲットです。あー、楽しかった。来てよかったですね。じゃあ、この後どうしますか？あ、そういえばですね。あ、こっちも行けんのか。お、ラジオ、タイ。ラジオ、体操って書いてある。なんで？なんだろう、あれ。あ、待って、これが模型になってんのか、これが。マップが。エモなんかいい演出というか、いいですね。なんかグッときました。で、そういえばなんですけど、時計、ここの画面に、見えるようになったので、これでもう時間バッチリですね。やったぜ。そういうわけで、捕まえるって今、魚ですかね。手づかみやったー！マージゲットです。手づかみなんだ。あ、まあ虫もそうですけど、手づかみのが楽でいいですね。おん、でっかいのいいんじゃん。せやー、あ、逃げられた。手づかみじゃゲットできない魚もいるんですかね。せやマサバゲットです。いいね。これで4種類目ですね。合計5種類欲しいので、もうこのままいっちゃいますか。どうだ。あー、マサバは持ってますね。また別の場所行かなきゃ。他の種類はいないのかな。まあ良かったですね、2種類増えました。そしたらあっちなんかないかな。いいですね、この探検するの。潜ったりとかはできないのかな。滝、お、すごいですねこれ。ちょっと危ないかな、大丈夫かな。これ溺れたりとかないですよね。あ、いけちゃうんだ。あれ、あ、滝の中、内側来たんですね今。すごいな。ただ何もないかもですね。そっか、これポケモンだったらダンジョンとかありそうなんですけど、こう登ることもできないですね。なるほど。滝があって、こっちはさすがに行けないのかな？こうして、地面を伝って向こう側へは行けるんですかね？あ、行けそうですね。体力持ちそう。あ、ダメなんだ！ははは。目に見えない壁がある。あー、じゃあこれ以上はもうどうやっても無理らしいですね。くー、了解です。じゃあもうちょっと探検するか。お、よいしょ。よし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 、鈴木ゲットです。これで5種類目かな。またステッカーもらえるのかな。お、やったぜ。今、ある場所を目指していて、ですね、もうすぐ180メーター先に見えてると思うんですけど、このですね、海辺の洞窟って場所を行きたくて、まあ、さっきのこの沈没船の場所からですね、サトル君を500メーターほど泳がせてます。すごいよなぁ。もうこの子ずっと泳いでるんですよ。
で、今途中で魚がいたから捕まえたって感じですね。これ泳いでる最中にステッカーなくなったら溺れちゃうんですかね。それともクロールをやめるだけなのかな。僕夏とかだと溺れて親に、親っていうか、まあ今作でいう京子さんとかとことこあたりに回収されるっていうイベントがあるんですよ。今回あんのかな。で、東大山って場所に着きました。海辺の洞窟ではなくて、あーでもなんかいい感じの場所ですね。あ、待って、虫、見たことない虫がいますよ。えい、よいしょよいしょ、振り回せ。これは何アゲハだ。ミカドアゲハです。初めて聞くけど、綺麗な蝶々でしたね。この辺にみんなミカドアゲハなのかな。まあいいや。で、あ、なんか顔に見える岩が間抜けな顔してますね。あ、で、洞窟ちゃんとありますね。洞窟と、あと他に見どころはこんなもんかな。あ、なんか落ちてる瓶かな。ペットボトル、ペットボトルか。あー、しょっぱいですね。15円でしたっけ。拾う。貝、貝殻も換金アイテムなのか。よしよしよし、貝ゲット。いくらかな。2週の、15日まで2、3万円って言ってましたよね。なかなかハードル高い気がするけど、なんとか集めきりたいですね。で、洞窟、お、なんか落ちてんじゃん。なにこれ、なにこれ。読めないけど、天狗の拳銃。さっきのあれと一緒かな。何でしたっけ、ゴミ。沈没船で拾ったゴミ、あのシリーズですかね。あ、そうだ、天狗の秘宝シリーズ2つ目ゲットです。やったぜ。各地に天狗の秘宝があんのかな。他にはなんもないのかな。海洋ガとかいないですかね。ちょっと上登ってみますか。よっ、あー、いける。すごいですねこの子。危なくないのかなこれ。まあガキンチョはそういうこと思わないかな。上登れちゃいましたね。いい感じで、日が少し落ちてきましたね。すごいエモい感じの雰囲気になりましたよ。ただこれといってどこに繋がってるんですかねこれ。あ、花火工場浦浜。あ、こっちは灯台岬。全部行きてえな。灯台が一番、あ、鳥居もあるじゃん。こっち行こう。花火も気になりますけど、花火の方が気持ち、陸地に近いというか、好きな時に行けそうなんで。カモメがいっぱいいる。なんで一旦今回は灯台目指そうかな。なんかあった、今捕まえるか。あー、いいや。で、灯台はどっちでやんすか。こっちか。はい。あ、見えましたね、灯台。あれか。時間大丈夫かな？何時に回収されるんでしょうね。今、3時50分。4時くらいがボーダーラインかな？ボーダーラインかデッドラインですかね？だとするとかなり際どい。とことこ来てしまう。とことこ来ないでくれ。頼む。ここまでまた来んの嫌だな。よし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 、話しましょう。これ誰？誰？森助、知らない人来た。お客さんだ。森助さん。東大森の森助。はい。君の名前は？僕は。My name is Satoru。さんは東大に住んでる。住んでるの？森さんではなく森助。東大森というのは名前じゃない。この年になって一人称が。東大の管理人のこと。何？名前のおじいちゃん。可愛いですね。さすがに知らないか。あ、知らないな。森さんは知ってるの？もちろん。昭和一桁生まれの頑固じじいだからね。昔のことは何でも知ってるよ。森助さんはあっちの町のよもぎ町の人とは、あ、よもぎ町かな。何でも知ってるって言ってたけど絡みないんですかね。じゃあ僕のパパさんの名前は。こりゃ一本取られたな。これはさすがに知らない。俺ですら知らないですもんね。音の名前。
これ入れはしないのかな。そっか、これは蹴る。えいっ、一番いい眺めの木を蹴りましょう。あ、いい景色ですよ本当に。灯台は登れないんですかね。あ、鳥居気になるな。行けるかな。灯台はオートセーブ中なんだ。とことこくんのかな。なんでこっち移動したの。何でも知ってるって言ってたけど。サトルくんが鬱陶しかったんですかね。あー、邪魔して悪いな。灯台自体には登れないのかな。頑張ればいけますかね。一回挑戦してみますね。あー、でも厳しいだろうな。厳しそうですね。諦めた。あっ、サトルが埋まった。そしたらあっち行きましょう。あそこ、鳥行きましょう。しとい。大丈夫これ。生きてる。すげえな。今のね、俺でも成人男性でもひとたまりもなさそうですけど、すげえなサトルくんは。よし、じゃあこの調子でこの鳥居まで見て、こういうのいいですよね鳥居。鳥居島、へえ。僕この間まあ旅行っていうか、まあ小旅行ですかね、気分転換に三浦の方行ってきたんですけど、神奈川県ですね。ですけどそこにもなんかこう、まあ、こういう感じで海があってっていうスポットなんですけど、なんかちょっとね、意味深な場所に鳥居があったりとかして、すごいテンション上がりました。ちょっと時間なくて行けなかったんですけどね。で、夕日があっていいですね。で、鳥居どこ。あった。よし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 、到着。いや、今回はちゃんと探検できてますね。お、すごいすごい、意味深な BGM。 幾重もの石段の石段かな。でも俺この階段通ってきてないですね。石段の先には怪獣みたいな大きさの鳥居が見えた。その鳥居はこの町に来た時からずっと視界の端にあったものだ。そうでしたっけ。日の光を吸って暖かくなった広い海を小さな自分が渡ってきたのだと思うと、なんだか心が少しだけ熱くなった。わー、いいですね。お、なんかあんじゃん。今のポエム、乙女の稲織の横に置いてもらいましょう。少しだけ胸が熱くなったって。黄色いダイヤ、ダイヤ。やった。ダイヤなんて拾ったらもう3万いっちゃうんじゃないの。ひまわりのような黄色が特徴的なダイヤ。本当にダイヤこれ。ダイヤをすべて、いっぱいのダイヤ。へー、ダイヤ、これ換金できるんですかね。無理かな。ダイヤなんか換金できちゃったらもう、ねえ。あ、売れますね。へー、もうサーカスは安泰ですね、そしたら。ダイヤか。まあ、甘突っ込むのやめますか。野暮ですよね。で、この、すっごい罰当たりなことをして、灯台があってと。うわ、いいですね、ここ。こういうとこ行きたいなあ。なんかありますね。なんだろう、あれ、瓶かな。瓶はいらないけど。でもまあ、他に行きたい場所も今日はないですし、拾いに行きますか。いい瓶かもしんないんで。もうダイヤあるかもしんないって分かったらね、拾わざるを得ないですよね、あんなの。どこ行った？やべ、見失った。あれ、やばい。すいません。あったあった、あれか。瓶っぽいですけどね。ダイヤだったらもう、立ち直れないんで、一応拾いますね。瓶でした。残念だ。こんな場所に瓶置くなよ、紛らわしいな。そっか。
じゃあやることないですね。まあブラブラしながらとことこに回収してもらうのを待ちますか。どっから天からとことこの声が。あー、やっと捕まりました。多分5時に回収されるのかなっていう感じですね。わ、かなりいい感じですよ今日は。そりゃよかった、すごい楽しかったです。で今裏浜ですかねまで来たんですけど、まあ最後とことこに捕まっちゃいましたけど、なんか一個お宝っぽいのがすごい高い場所にあったんですよね。何があった？ステッカーが足りるかわかんないですけど、ちょっと取りに行きたいなって思ってます。じゃあご飯を食べましょう。で唐揚げですね。今夜は鶏手羽元の唐揚げです。夏野菜のきんぴらもつけました。美味しそう。唐揚げ大好きです。いただきます。いただきます。いいなぁ。唐揚げはでも何気に塩っぽい味付けの方が好きだったりするんですよね。まあ何でも好きなんですけど、なんか焼き鳥とかも年を取るにつれて塩味が好きになりました。海辺の洞窟に幽霊が出るんだ。俺今日行ってきたよ。海辺の洞窟ってどのあたりにあるんですか？とことこ知らないの？灯台の下の方なの。港の海中から洞窟に入れると。BGM も怖いですね。話を聞くだけで怖いな。私絶対中に入りたくない。行きたいけど、うわーどうしよう。お、純子ちゃんと。あれ、純子姉ちゃんどうしたの？話してますね。夕涼みに出るんだけど、サトルも一緒についてくる？行く。なんで？サトルって呼ばれてるんですね。他の街を見るととっても綺麗なんだ。あー、いいじゃん、夜景見に行くの。一人で行くのはちょっとだけ怖いんだ。怖がりなの？そんなことないよ。可愛い向きになって頼りにされてんのかな。嬉しいですね。どこ行くんですかね、丘の上って。じゃあ一緒に来て確かめてみない？うん、行きましょう。ホイホイついていきましょう。じゃあ海辺の洞窟行きますか。お化け見に今日はいけないってことかな。洞窟気になりますね。少しだけ怖いかもしれないね。ここはまだ裏庭よ。そっちこそ意外に怖がりなのね。そんなことないよ。裏庭っていうか、私の後をしっかりかっちりついてきてね。めちゃめちゃ敷地内ですね。夜道に迷わないように。ここで怖がってたらちょっとな、どうしようもないですね。ラッパ山、そっかそっか、ラッパ山行きたがってましたもんね。下調べした甲斐がありましたね。行きましょう。エスコートしましょう。お、なんだ、どうした、どうしたの。ここは川の向こうへ近道できるようにって、京子さんのお父さんが自分で作った橋なんだ。山に行く近道なの？山に行く、うん、昔上に自動車道路ができる前はラッパ山の向こうに京子さんパパの会社があったの。でも道路ができるとき立ち退きになったから今はないんだって。ここ使ったことないですね。そこは今高架下広場って呼んでる場所なんだ。名前だけ見たことありますね、高架下広場。あ、で一緒に渡って。ねえ、純子姉ちゃんのお父さんとお母さんはどうしたの？あの二人は商店街の福引きで大当たりが出て、今は旅行の真っ最中。そういうことか。いつまで？夏休み中ずっとよ。そんなことあります？夏中は京子さんが私の親だから。中学生ですよね多分ね。中学生か、まあ。食べてるのはそういう理由なの。なるほど。行ってても高一ですもんね。親の言い訳としては私に。一人で考える時間をたっぷりくれる夏休みなんて、本屋さんやってるんじゃないの？いくら何でも長すぎない？うんうん、純子ちゃんがやってるんですかね今。ねえ、それよりも夜こんなところを渡るのって怖くない？怖くないよ、だってお姉ちゃんここは慣れてるもん。わ、あまりゆっくり歩いてたら虫に刺されるかも。ちょっとだけ急ぐね。待って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 、じゃあ純子ちゃんは今一人なのか。だから明日バスにいるってことですね。ちょっと見てたいな、これ後ろから追いかけたいですね。残り顔。気持ち悪いだろうな、すいません。で、ここの丘をラッパ山、ラッパ山、この辺り全体をラッパ森と言います。ラッパ森、キノコいっぱい生えてましたね。おとぎ話に出てくるような名前でしょ。昔
クマに襲われないようにラッパを吹いて通ったという説もあるし、なんか素敵なお話ですね。それ精霊たちがラッパを吹いて行進したという話もある。精霊？うん、私もよくわからないんだけど、この辺では結構見てる人がいるのよね。何にでも由来ってのはあるんですね。じゃあここがスタートライン。丘の上までどっちが早く登れるか競争ね。月が見えないのがちょっと残念ですね。行くよ。競争。1、2の3。よし、負けませんよ。大人げないとこ見せましょう。ステッカー集めてんだから俺。そんじょそこらの女子高生、あ、女子中学生いや負けないぜ。勝ちでしょこれ。どうしたらいいの。蹴ります。しゃあ、グリをゲットする余裕すらありますよ。え、どこがゴール。どうしたらいいの。もう勝ちでいいですかね俺。だいぶ近道しましたね俺。ズルだったかな。どう、どんな気持ち今。あのね。もうなかったことにされましたね。俺の勝ちになんないのかな。私意外に頑張った。さすがに一気に上がってくると大変ね。申し訳ないな、なんかショートカットしちゃって。そうよ、ズルでしたね。ここがラッパ森のラッパ山。うん、いい場所でしたよね。その前来た時一人で。夜景が綺麗でしょ。純子ちゃんと見たいなとか言った気がします。今見えてるのは叶いましたね。そうよ、私が生まれ育った愛すべきホームタウン。あの灯台とか鳥居とか。あとこっちにはお城もあるよ。お城、あ、本当にお城。お城もよもぎ町。そうよ、へー、全部よもぎ町。よもぎ城とかって言うんですかね。どうやって行くのかな。灯台から光が出ているね。うん、町の明かりが綺麗だね。うん、あと、あ、そうなんだ。今夜は何と言ってもフルムーン。あら、満月なの。うわ、たまらんですねこれ。満月が輝いていて、うん、お城もあって、うん、虫たちがたくさんいて、うん、でもまあ刺されたら嫌だけど、ね、やばい、ニヤニヤしちゃう、うん、そして街の明かりが輝いてる、うん、素敵ですねこれ。羨ましいな。それぞれの人生があるんだよ。どういう意味？こうして丘の上から見下ろすと、いろんな命が宝石のように輝いてる。今、私の目の前に無駄なものなんて一つもない。もうこれ最終回でいいですね。なんかちょっと泣けてきちゃったんですよね。エモくていいですね。よかった来て。これ何の尺？鑑賞に浸ってんのかな。まあでも浸っちゃいますよねこんなの。お、めっちゃいい。いいなあこういうところ。住んでみたいな。あの夜の出来事は終わった。何その含みのある言い方。じゃあ帰るよ。帰りは山を降りるだけだから、一気に明日バソンまで行こうか。それこそ1ヶ月とかこういうところ行ったら楽しいでしょうね。いいなそれ。ちょっと目標にしたくなっちゃったな。1ヶ月間ねこういう微妙にちょっと田舎というかに行って、でまあその現地の人といろいろ話してって最高ですね。であとはもうあれかな、純子ちゃんの後をつけて明日馬荘に戻っておしまいって感じですかね。最高のイベントでしたね。満月まだあるかな。あ、あるあるある。そう、お城なんかあるんですね。そのうち行けるかな。あ、やべやべ、純子ちゃん見失った。どっちから匂いする。あっちだ、あっちから匂いがする。いや間違えた。よっしゃよっしゃ、追っかけ回せ。もうおしまいかな、このイベント。他の場所も行きたいですね、純子ちゃんとね。それこそ海辺の洞窟
とか、あ、バス停調べましょう。あ、ダメなんだ。ダメっていうか、ここは調べるまでもないのかな。へえ、ただいま。ご苦労ご苦労。今日は疲れたね。そんなことないけどね。丘の上はどうだった？うん。丘の上は怖いところじゃなかったし、純子姉ちゃんは怖がりじゃなかったよ。え？わあ、その話忘れてた。ごちそうさまでした。最高でした。私は虫に刺されちゃったよ。たまらんよな。でも今夜は楽しかったね。僕夏でもこういう、うん、まあ女の子とね、こうちょっとこうキュンキュンするというか、こう甘酸っぱいというかあるんですけど、そういうの大好きなんです。大好物なんですよ僕。お、なんか上にあります？アンテナか。気のせいですね。今何時ですかね。あ、ミスった、すいません。今は、あ、まだまだですね。6時半。じゃあ灯籠つけますか、か他のイベントをするかですね。いやーでも今の純子ちゃんのイベントに勝るものなしですよね、きっと。渋谷博士のところでもいいし、これは誰だ、ちょっとこの人のとこ行ってみますか。誰かわかんないんで確かめてきますね。遊ぼう遊ぼう。あれ、座敷わらしの声がする。どっからだ。この辺ですよね。あ、どこだ、上、上か、上じゃないな。座敷わらしもね、最終的には使う。おお、神主だ。悪魔がいるぞ、悪魔が。豚はそういえばどうか、あ、なんかありますね、上。優しいですね。いつも豚の話してるこの人。すごいとこから登って、あ、ダメかな。あ、いけないな、こっちから行きますか。上になんかありますね。座敷わらしも気になるけど、今はこっちが気になっちゃう。あ、あれ、いけない。あれなんだろうな、気になるな。ちょっと頑張って登りますね。よっ、よし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 。あー、50円か、しょっぱいな。なんでー。期待して損した。で、ガキンチョどもがいますね。なんでいつもひでこちゃんはぶってるんですかね、夜は。まあいいや。で、いや問題は座敷わらしですよね。で、森助がいて。森助はどうでもいいんだよな。この辺か、あ、そうそうそう、声するんですよ、この辺から。中じゃないよな。またこう、長靴の時みたいに何かすると出てくるんですかね。気になるけど、まあ時間も有限だからな。あんまりここに構ってばっかってわけにもいかないですよね。わかんないから一旦いいかな。あ、待って、待って、上、あ、あ、いた！見えます？上、屋根の上。あそこか！気づかんわ。よし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 。どうやって行きますか？かんぬし。ここがあれなのかな？ランニングのルートなんですかね。頑張ってますね、あいつ。問題はどっから行くかだよな。ね、塀みたいなのがないんですよね。いや、遊びたい気持ちはあるんだけど、ここから、まず、あそこに行って、あ、そうなっちゃうのか。厳しいかな。えいよ。あー、ダメそう。ちょっと頑張りますね。どうやって行くんだろうな。こっち行って。いや。ちょっと今日は諦めますね。もう一個行きたい場所あるんで。あー、座敷わらし厄介な場所にいますね。あ、射的。射的は日中でいいか。今はね、あの人。会ったことあるかな、あの人。
会いに行きたいんで。よいしょ。お、誰これ。会ったことないですよね。これ純子ちゃんの友達ってこの子かな。追いつけない追いつけない。ちょっと待って、話させて。よいしょ。私毎晩健康のためにジョギングすることにしたんだ。このコースは初めて会いますね。昼間は暑くて大変だけど、うんうん、夜は涼しい風が吹いてなかなかいい気持ちよ。あとジョギング中に会いたい友達に偶然会えるといいななんて。誰のことでしょう。この時間にジョギングしてる人って純子ちゃんはやってないよな。でもね、ジャージも同じっぽいし、純子ちゃんの友達ってあの子かな。あ、で、そう、あのあれ、てっぺんっていうの、あの今光ってる見えますかね、あれ欲しいんですよね。時間があればもうこのまま撮っちゃいますか。8時前か、いけそうですね。誰でしょうね、あの友達って。純子ちゃんのことだと思うんですけど、でもこの時間にランニングしてんの、あと神主神主のことかな。こっから行くのかな。よっ、足りますかね、ステッカー。よいしょ。お、ダイヤじゃん。ダイヤゲットです。そういえばダイヤまだ換金してないですね。いくらになるのかな。あ、あそこもなんか光ってますね。結局さっきは、日中は、この、何でしたっけ、ここ。何でしたっけ、ここ。浦浜ついてすぐとことこに回収されちゃったので、ほとんど探索できてないんですよね。だからちょうどよかったですね、ここ来られて。お!ここにもあるじゃん。ダイヤかな?ダイヤのバーゲンセールですね。実はあんまりレアじゃないのかな。よっ、やですね、ダイヤ1万とか2万とかいかなかったら。それでも安いなと思いますけどね。お金100円か、しょっぱいな。まあないよりマシですね。で、千春ちゃんがまた走ってきて、こんな砂浜で走って体力つきそうですね。スポーツ選手がやってそうですね、こういう砂浜で足元悪いところでトレーニングっていうの。あ、待って、あ、カニ拾った。カニ拾いました。やったぜ。もう一匹いたよな、拾いましょう。よーし、カニさんも釣りで使えるのかな。やった。確かあのね、10匹いくらとかで売ってたんで、お得に拾えてよかったですね。こっちとかはなんかあるかな。ないかな。こっちはちょっと来たんですよね、日中。あ、で、満月素敵ですね。そしたらどうしよっかな。一旦戻りますか、明日馬走の方。いつでも寝られるように。ただこいつは誰だ。あ、待って、ひでこちゃんいたじゃん今。ひでこちゃんもいいですね。レタス乗るな。あ、ひでこちゃんいるからついでに話しかけますか。今日もそうだな、おじいとスーパー来たの深夜に。お、おとんの話ですよ。小学生の時、海外ドラマの名犬ラッシーが大好きだったんだ。知らんな。でもこう、家の近くで飼ってる犬、愛着湧きますよね。僕も向かいのおばあちゃん家で飼ってた大きい犬、大好きだったんですけど、亡くなったって聞いて、めちゃめちゃ泣いた記憶あります。で、館長だな、これは。まあ、でもこれは定時だからとかじゃなくて、ね、そんなもう、挨拶とかしないで帰るってことは、ひょっとして嫌われてんじゃないの館長。助手さんは会ったことないですよね、きっと。どんな人なんでしょうね。
虫多いなこの辺。前回バスの話してましたよね。そんなにバス好きならバスやってみればいいのになって思いますけどね。そういえばこの券売機使って隣駅へっていうのもやってないですね。まあこのペースで探検できれば近いうちにはよもぎ町から出られそうですね。ミミズか、持ってますね。おで、シュートですね。隣町ってことは電車使ったらこのシュートのいる町に行くのかな。図鑑はまだ無理でしょう。500円もくれた。やったぜ。結構気前いいですね。よし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 。で、エモい BGM が流れて、マスターいますね。話せるかな。話せますね。こんばんは、いらっしゃい。いいですねこの BGM 流れてて。日が暮れると人が少なくて寂しいでしょう。そうかな。寂しいと思わない。動物や昆虫まで数に入れるのはなしで。パート2、2日目かなんかの、分かった、若い方若い方みたいなツッコミもそうですけど、マスターのツッコミいいですよね。以前はこの町もちょっとなんか面白くなっちゃいますよね。笑っちゃいます。幸せに満ちていたんです。今も十分幸せそうですけどね。何にゃです。あいたっ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 た。愉快でいいですねこのおじいちゃん。どうすれば町に昔のような活気が戻るのか、そのためにはまずこの町が世間から注目されなければいけません。まあ、十分いい町だと思いますけど、そのためのアイデア、でもサーカス団たくさん募集中なので力になれるかもですね。覚えときましょう。そしたらじゃあもう帰りますか。今何時だろう。8時半か。まだまだ時間ありそうですね。これ今までの3日間ひょっとして相当もったいない時間の使い方をしていたかもしれない。すいません。で、上にあれはお金かな。そしたら残りの時間は座敷わらし、あ、ここだけ寄って、で、あとはもう座敷わらしリベンジしていい感じの時間で寝るっていうのでいいですかね。今日はいっぱい遊びましたね。めちゃめちゃ冒険した。楽しかったです。そしたらあっちか、間違えた。おい、なんかおもろい話はないかな。なるほどなるほど。そう、なるほどなるほど。花火屋さん結局ね、まだちゃんと話してないんで、明日あたり花火屋さん行くのありですね。はいはい、わかりました。なるほどなるほど。あ、こいつら。今ならやれるかもしれん。メガネくらい持っていきましょう。せっ、聞かない。びくともしないですよ。酒飲んで強くなってます。食べ物何がやってることやばいですよねこれ。今日はお肉対決。ステーキ、フライドチキン、悩むな。どっちも好きですけどフライドチキンかな。あ、本当、意外な選択ね。普通はステーキなのかな。子供の頃誕生日なんか何を隠そう、元ケンタッキー店員なので。そうだったよ。バイトですけどね。大好きですよケンタッキー。はいはい、そっか。こいつら、あれ、工場長は結構冷めてんのかな今。温度感がありますね。楽しい飲みではなさそう。あ、二
にしても強かったですね、あのメガネ。強靭なメガネ。じゃあ帰りますか。はい。明日バスを着いたんですけど、もうちょっと時間ありそうなので、豚見に来たんですけど、まだ無事ですね。明日の朝かな。また見に来ましょう、明日、ラジオ体操の後。ラジオ体操のついでに、豚見に来ましょう。そうしたら、今ちょうど9時なんですよ。今から、この、灯籠すんのは厳しいと思うので、もう家の中戻りますか。あと1時間ないんでね。私は無事。あ、そうなんだ。うん。まあ、のんびり話しましたからね。刺されちゃったみたいです。あ、お風呂入りますか。何気に2日ぶりくらい。あやべ、先客がいた。いい湯だな。え、絶対絶対これ本当にいい湯だな。サトルくんが来なかったら大変なことになってましたよ。予定通り公演が始まってたら最高だったのにな。公演そういえば悩みなんて6日からってのはどうなったんですかね。そもそもトコトコくんに悩みなんてあったの。おいおい、それは失礼すぎるぞ。なかなかこう両親の話にならないですけど、帰ってこないのかな。今4日ですもんね。予定通りなら明後日もうサーカスの公演があるはずなんだけど、でもう思わぬね。何気なく入ったお風呂発展場になってましたね。あのお客さん絶対に怪しい。また行ってますね。3日連続で行ってますね。長岡か。やっぱりあの母とトコトコの話だと思うけど、S って言うんですね。それすら知らなかった。長岡はここに泊まってるんですかね。まあ、いっか。怪しいし。近づくのやめましょう。そしたらちょうどいいくらいかな。あ、ちょっと早いな。ちょっと早いので、匂いだけ嗅いで寝ますか。結局誰なんだろうな、ここ。純子ちゃんだといいな。よっ。じゃあ寝ますか。いや、今日は日記書くこといっぱいあるんじゃない。夏休みべ。はい、夏休みべ。これでいいのかな。自動的に書いて寝ますよね。じゃあ書いて寝ます。まずはこれはなんだ。子供は入っちゃダメだって。次はどうやって入ろうかな。変装すれば大丈夫かな。あ、工場ですね。工場はどうやって入るんでしょうね。工場長にね、どんぐり打ちましたね。で、初めて海で泳いでみたよ。プールと違っておしっこしてもバレないぞ。まあ確かに。やってるやついそうですよね。これはどうしよっかな。これかな。楽しかったですね、海ね。沈没船とかすごい良かったです。で、街を離れて線路の向こう側へ行ってみた。大冒険の始まり始まり、乞うご期待。おお、これからまだあんのかな、イベントがね。もう結構行くとこは行った気でいるんですけど、楽しみですね。で、東大かな。東大森さんに会ったんだ。仕事は頑固じじいだよ。でもこの人なんか夜ブラブラしてますよね、この辺。暇なんですかね。どうにしよっかな。やっぱこれかな。かわいそうなおじいちゃん。次は、これなんだ、お化けのやつかな。海辺の洞窟に怖い何かがいるらしい。大怪獣なら記念写真が欲しいな。これは今日行ったら意味なかったってことですかね。明日以降行かなきゃいけなかったのかな。また、ね、時間ある時に見に行きましょう。あ、で、純子ちゃん。二人でラッパ山に行ってみた。夜の景色とお月様が綺麗だな。でもちょっぴり眠かった。いいですね。これ満月見て。どれにしようかな。これかな。キュンキュンしました。で、今度はなんだ。あ、
千春ちゃんね、頑張って走る千春ちゃん、海辺を一人で走ってた。サメや巨大ダコに襲われたりしないかな、物騒な。じゅんこちゃんはどれにしよっかな、どれでもいいけど、これでいっか。友達なんですかね、じゅんこちゃんと。あ、で、ホモーですね、お風呂で二人に会ったんだ。背中を洗ってもらったよ。前は自分で洗ったよ。二人は前を洗い合っていたよ。あ、これはもうマガジンマークですね。びっくりはてな。で、おしまいですね。はい、じゃあ今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回もお願いいたします。では。